今年9月の敬老の日、熊本市の水前寺野球場で70歳以上のお年寄りと小学生の交流戦が行われました。この試合でひときわ注目されたのが、リリーフ登板したチーム最年長のサウスポー原口貞信さん、御年81歳。大きく振りかぶり、スナップの効いたボールを投げ込みます。一塁への牽制もお手の物。私たちもね、いつまでもこういうふうに子供と同じように同じような気持ちでいつまでもしたいと思って、ね、やってます。81歳でなぜこれだけの投球ができるのか、原口さんの自宅を訪ねました。はい、およ。一日の始まりは愛犬ハナとの散歩です。胸張るということじゃなくても、まっすぐして歩くということ。姿勢を意識しながらおよそ1キロ、毎朝20分かけて歩き、体力作りに努めています。足を普段から歩いて鍛えておかないといかんからですね。少しずつでも運動するということが大切だと思います。日々の食事を考えるのは、昔高校で家庭科を教えていた妻の律子さんです。朝ごはんではこうお味噌汁にね、たくさんの種類を入れるっていう。豆腐が毎日入りますもんね。あとはお野菜類いろいろ入れて5、6種類は必ず入っている。まあ、夕ご飯の時はだいたい毎日、肉したら翌日は魚、交互に基本的にはメインを変えてます。ただ僕は黙々と食べるだけ。原口さんが本格的に野球を始めたのはおよそ60年前。小学校教諭として部活の指導に当たったのがきっかけでした。毎日ずっとバッティングピッチャーをしてやってね、練習の日はもういつも200球ぐらい投げた。球を離す感覚というのはもう身についてるから、コントロールだけは自信があります。部活の指導に加え、地域のチームでは選手として長年プレー。今でも軟式野球とソフトボールのチームに所属し、練習に参加しています。さらに参加するのは野球だけではありません。この日訪れたのは自宅近くの体育館。実はバドミントンも60年近く続けているのです。相手のショットに素早い反応を見せ、野球にも通ずる腕の振りで鋭いショットを返します。もちろんこのチームでも最年長です。お元気な証拠です。とてもね、80代では思えない。左利きなのでなかなか取りにくいところに来るんですよ。あ、しまったっていうのでやられてばっかり。1週間のうち平日は3つのチームで練習し、土日は試合に出場することも。この日は試合形式も含めておよそ2時間の練習でしたが、疲れ的にはどうですか、体。疲れちゃうな。全然きつくはないです。原口さん流の健康の始め方とは。試合するときはその勝ちたい気持ちもあるけれども、それを、まあ、楽しむというかね、その方が大きいと思います。そしてその楽しさがみんなが少しずつでもね、共有できれば一番いいかなと思って。
みんなには迷惑かもしれんけども、もうそういうふうにしてみんなが携わらせてくれるだけで感謝してます。81歳の現役サウスポー、競技を楽しむことが何よりの原動力となっています。